ダグラス会、ダグ・オニールは、アメリカ合衆国のサラブレッド競馬の調教師。ミシガン州、ディアボーンの出身で、2020年現在は、家族と共に、カリフォルニア州サンタモニカに在住。主な調教馬に、2012年のケンタッキーダービーと、プリークネス・ステークスの勝ち馬である、アイルハブ・アナザー、2016年のケンタッキーダービー、優勝馬ナイキストなどがいる。オニールは、 ミシガン州ディアボーンの出身。10歳の時にカリフォルニア州サンタモニカに移り住み、父のパトリックがサンターニタパークに競馬を見に連れて行っていた。オニールは高校在学中にホットウォーカーになり、その後デルマー競馬場で働き、1989年に調教師の免許を取得した。彼の兄弟であるデニスは、 馬三回のエージェントであり、馬の競売にあたって代理人などを務めている。2000年代初頭までに、オニールはカリフォルニア競馬における主要人物の一人となり、一時は南カリフォルニアで最大の厩舎を持ち、アメリカ競馬で最大の成功を収めた人物の一人と称えられた。オニールが初めて G1 競争での勝利を手にしたのは2002年で、 スカイジャックがハリウッドゴールドカップで優勝したことで達成した。オニール自身も G1 初挑戦での勝利であった。2003年にはジャパンカップダートで国外での優勝で手にし、また2005年にはブリーダーズカップの優勝で世界的に注目を集めた。2006年、オニールの調教したラバーマンはサンターニタハンデキャップ、ハリウッドゴールドカップ。 パシフィッククラシックなどで優勝した。オニールの馬が初めて、ケンタッキーダービーに出走したのは2007年のことで、リキッィティチとグレートハンターの2頭を送り込んでいた。家中の馬、アイルハブアナザー・ジョン、ポール・レダムは、オニールの婚姻にしている場所の一人で、2000年代半ばより、オニール旧車に馬を送り込んでいた。そのレダムの馬で、オニールが調教した、アイルハブアナザーは、 2012年5月5日に、ケンタッキーダービーに出走、これに優勝した。さらにプリークネスステークスも優勝し、3巻の候補にまで上り詰めた。しかし、その間にオニールは、投薬規則に対する複数の違反のため、45日間の調教停止処分が課せられた。ダービーで優勝した数日後、ニューヨークタイムズの記者である、ジョードレープとウォルト・ボグザニッチは、 オニールの薬物違反の後半な歴史について話し合う記事を聞こう。これは同志の表紙に掲載された。ボグダニッチは、オニールが15種の薬物薬物違反を行い、馬に対してミルクシェイキングしたことを発見した。NPR のフランク・デ・ォードは追加の批判を含む彼の見解を表明し、オニールとバシュの両方に対して、アイルハブ・アナザーは、 ベルモントに勝つに値しないでしょう。オニールは魅力的な人物であるにもかかわらず、薬物で騙していますと表明した。複数の薬物違反の報告の結果、オニールはドラッグ・オニールというニックネームで呼ばれるようにもなった。しかし、ワシントン・ポスト・アンドリュー・ベイヤーなどの一部の業界専門家は、オニールはいくつかの悪質なミスを犯したが、熟練した調教師ではあると擁護した。 ロサンゼルスタイムズのビルド・ワイヤーは、オニールの違反行為を、軽犯罪とみなした。状況停止は7月1日で解けたため、ベルモント・ステークスの前にオニールは、状況を再開することができた。この競争では厳格化されたセキュリティを特徴としており、競争の3日前から、すべての関係者が同席して出られないようにする、交流小屋が含まれていた。ニューヨーク・ポストはこの環境を、 オニールルールと呼んで揶揄したが、レースの透明性を高めたとも評価された。レースの前日、オニールは、アイルハブ・アナザーが剣を損傷したとして、出走を取りやめた。アイルハブ・アナザーの取り消し決定は、競争がある週の初めの段階で、オニールが馬の前足の腫れを確認しており、獣医ジェームス・ハント博士が競争に使うと、さらなる負傷が見込まれると診断したことに基づいた。 ものであった。しかし、競馬ファンや一部のコメンテーターは、オニールが、アイルハブ・アナザーを取り消したのは、比較的軽い剣の怪我のためではなく、交流されていたため、必要な方法で馬に医者をつけることができなかったためだと推測しましたが、多くはこれを陰謀論として片付けた。ニューヨーク州競馬、賭博委員会の会長であるジョンサビには、取り消しという決定には失望したが、 調教師飛ばしは、真のホースマンシップを示し、馬の福祉を第一に考えたとコメントした。主な管理場の一頭ナイキスト。以下は、主な管理場と勝倉。グレード表記は競争当時のもの。ありがとうございます。